交通手段として使われる観光客専用ではない客船、貨客船のことである。英語で私船、私場を意味するフェリーに由来する。フェリーのうち自動車も運ぶものをカーフェリーと呼ぶ。貨物船の一種で自動車の海上輸送に用いられる自動車運搬船とは分類上異なる。ただし、英語のカーは競技には乗用車の意味で、 トラックやトレーラーは含まれない。そのため多様な車両すべてを運ぶ船をカーフェリーと呼ぶと違和感があるため、近年ではローパックス、ロールオン、ロールオフパッセンジャーベッセルやローパックスフェリーと呼ばれる場合がある。日本でローパックスフェリーという表現が定着するかは不明である。大半の貨客船は貨物扱いで自動車を運べるが、 このような船の中まで所有者が運転して積載しないものはカーフェリーと呼ばないのが一般的である。フェリーの最も特徴的な多船との構造上の違いは船体内部に1層から3層程度の広い車両甲板を持ち大きなランプウェイ、車路を備えることである。運搬される車両は船の前後部や左舷に1から3つ程度の備えられたランプウェイを自走して 車両甲板内に搭載される。中大型のカーフェリーで選手ランプウェイを持つものは波浪が直接ランプウェイに当たって破損されるのを防ぐためにバウバイザー、バウバイザーと呼ばれる装置が選手部に備わっている船外。選手ランプウェイを持つ場合でも小型で航路が短いものではバウバイザーを備えず、後天時には運休することで対応する船もある。 多くのカーフェリーでは、選手と船尾、または選手近くと船尾近くの左舷側にランプウェイを持つことで、車両間板内での自動車の前後方向を転換するという時間と手間のかかる方法を避けて、車両用の入り口と出口を両方備えることで、車両間板内では一方通行で済むようにしている。さらに、小型で航路町が極めて短いルートの船では、 ランプウェイを選手と船尾の両方を備えるだけでなく、スクリュープロペラと舵を船の前後に備え、さらに操船用のブリッジも2カ所に持つことで、接岸時の船の展開の必要をなくしているものがあり、このような船は両頭カーフェリーと呼ばれ、旅客船と貨物船の2つの機能が求められるため、建造と運航がコスト高となる。鉄道連絡船のうちの車両渡船、 旅客を搭乗させず、鉄道車両のみを構想。国土交通省では、片道 100km から 300km 未満のフェリー航路は中距離フェリー、300km 以上のものは長距離フェリーとされている。船舶安全法において、旅客船に限らず、日本船籍の船舶が航行できる区域は、それぞれ以下の通り定められている。以上の航行区域を持つ船舶は、 それぞれの船舶の航行区域、航行時間、トン数などに応じて、船体構造、通信設備、救命設備、旅客定員などが規定されている。また、この他にもその近海区域、沿海区域などの航行区域を持つ船舶のうち、その航行区域を港などの陸岸に近い区域にのみ、限定しているものも多数存在する。 高校区域を限定することによって必要な構造、設備が軽減されるメリットがある。これらの高校区域は公式ではないが、通称、限定近海区域、限定遠海区域、五線構内限定区域などと呼称される。日本の内航客船の多くは、その高校区域が遠海区域か、閉水区域であるが、遠洋区域や、 近海区域の航行区域を持つ船舶を内航客船に使用しても構わない。逆に、遠海区域の航行区域を持つ船舶を外航客船に使用しても、その航行区域を外れない限り構わない。私船と初期のフェリーの違いは半然としないため、いつの時点から日本での最初のフェリーと呼んでよいかは断言できないが、一つの例として示せば、1934年に、 今の北九州市の若松区と戸畑区の間の400メートルほどを結ぶ航路に43層トンの2隻のカーフェリー、第8若戸丸と第9若戸丸が就航した事例が挙げられる。これらのフェリーは船の前後に火事とスクリューを備えた両頭線であり、最大でもトラック2台とオート3輪を4台を積載できるのみであった。1944年には、 鹿児島と桜島との間を結ぶ156、トンの木造船、第一桜島丸が就航した。第二次世界大戦後の1950年、下関と文字の間 3.8km を結んだ、第三関門丸、第四関門丸、第五関門丸の3隻が収益した。また、瀬戸内海では1953年に、宇野岡山県と高松、 香川県間を、部、第一高層丸150総トンが、1954年に、赤市海峡横断航路として、赤市、岩屋、兵庫県間を結ぶ、朝霧丸220総トンが、同年に、鳴門海峡航路として、福良、兵庫県鳴門、徳島県間を結ぶ、若歌用丸220総トンがそれぞれ就航した。1960年代後半には、 自動車貨物輸送の拡大とモータリゼーションの本格化に伴い、関西と四国、九州の瀬戸内海沿岸各地を結ぶ航路をはじめ、日本全国に長距離フェリー航路が多数開設された。1968年には、阪球フェリーのフェリー阪球が神戸小倉航路に就航した。これは、日本国内で初めての片道 300km を超える長距離フェリーであった。 フェリー航路は1973年には168航路、1980年には241航路にまで増加した。1973年からの第一次オイルショックと1979年からの第二次オイルショックの影響で、国内観光の需要が激減して、輸送量が減少するともに、燃料油の価格が高騰。運行会社の経営を圧迫し、 統合や廃業が相次ぐとともに多くの航路が閉鎖された。また、1988年から1999年にかけての本州四国連絡橋の完成によって、それまで四国と本州を結んでいた多くの航路が減便や役割を終えて閉鎖された。一方、一部の航路ではフェリーの高速化が起とされ、2007年に青函航路に就航し、 当時の日本最速となったナヤアンレラの地球港のほか従来と比較して速力を増したフェリーが多くの航路に就航している。近年は原油価格の高騰が進んでいること及び高速道路における ETC 割引制度の充実、特に2009年4月から2011年6月まで日本国政府の景気対策の一環として実施された休日特別割引。 いわゆる、1000円高速により、自動車輸送の利用が低迷する航路が増加している。また関西九州航路は、速達性に勝る山陽新幹線や旅客機との運賃差が縮小し、さらなる苦境にさらされている。これに対し、自動車輸送料金の値下げを行って対抗する会社もあるほか、物流以外の個人利用客の誘致のため、キャンペーンの実施、 インターネット予約における割引の拡充、繁忙期適用期間の縮小などの施策をとっている会社も多い。一方、フェリーによる輸送は、輸送単位あたりの二酸化炭素排出量が少ないことから、モーダルシフトを担う輸送手段として注目されている。また、2011年に1000円高速が終了したことや、2012年4月の 高速ツアーバスの居眠り事故を契機とする長時間、長距離運転の社会問題化によって、コストや運転手の負担軽減の観点から、フェリー輸送が再評価されている。このような動きを受けて、2015年以降、九州航路等で長距離フェリーへの新造船の投入が相次いでいる。日本では、内向の旅客航路は、一般旅客定期航路、特定旅客定期航路、 旅客不定期航路の3つに分類される。2007年4月時点では、純客船も合わせた日本国内の内航客船事業者は964業者あり、1659航路に2385席、計136万相当が運航している。内航フェリーだけでは158事業者、187航路に366席、 計118万総トンが運航している。この数字からカーフェリーが船の中ではかなり大きいこと、航路数は内航客船の航路数全体に比べてそれほど多くないことがわかる。2005年の国土交通省の国内輸送実績のデータではフェリーを含めた客船、貨客船での輸送は旅客1億320万人、輸送人キロ40億2500万人、 トラック、537万台、乗用車、1、119万台となっている。日本では、外交貨物定期航路事業、外交旅客定期航路事業、外交不定期航路事業に分類される。短距離航路では1から2クラスの選出区分となっているものが多いが、長距離になるほど多様な料金体系による選出区分が見られる。また、従来の等級に縛られない。 命名,名法、商船三井フェリーの場合、スイート、デラックス、スタンダード、カジュアル、エコノミーの5段階も見られるようになってきた。国内のフェリー標準運送約款による。これは一般的説明なので、必ずしも各社の規定がこれに合致するとは限らない。フェリーの運賃は鉄道などと多少異なり、 大人一人につき小に一人まで無料となると定められている。また、指定されている座席、または寝台を一人で使用する場合を除き無料となるのは1歳未満の小に、鉄道でいう乳児に限られる。原油価格高騰の時は、運賃が燃油サーチャージ込みの値段で提示される。また、自動車を乗せる際の運賃には大人一人分の二等船室運賃が、 あらかじめ含まれているので、二等船室に乗船する際には、改めて運転手の運賃を支払う必要はない。ただし、一等船室に乗船する場合は、その差額が必要となる。手回り品は 20kg までは無料となり、超過分は有料となる。持ち込むことができるのは 30kg までであるが、30kg まで無料というわけではなく、 30kg 持ち込んだ場合は 10kg 分は有料となる。ただし、車椅子、身体障害者補助券は上記の重量制限に含めない。二輪車、自動二輪、軽二輪、原動機付き自転車及び人力で移動する軽車両、自転車、馬車、荷車等は特殊種荷物扱いとなり、四輪車、乗用車、貨物車の車両運賃とは、 別立ての料金がある場合が多い。長距離航路では一般に特殊主義物の運賃は車両運賃よりも大幅に安価である 750cc 超の二輪車でも乗用車の数分の1。二輪、四輪ともに無人構想と呼ばれるサービスを用意している航路もある。この場合は人間分の運賃が不要となる。発着港での積み下ろしサービス、有料を利用すれば 必ずしも船の発着を待ち受けなくてもよい。長距離フェリーの場合無人構想を利用すれば、車両のみフェリーで送り人間は、他の移動手段、航空機、鉄道等を用いることで大幅な時間の節約がかとなる。カーフェリーは、陸上の輸送手段に比べて、経済性が比較的良いが、貨物輸送の経済性では、貨物船での輸送が優れる。 以下に、経済性の比較を示す。日本では1970年代に運輸省が全国自治体に働きかけて旅客フェリー設備の整備が進められたが港湾設備が整うと運航側が旅客営業を廃止し貨物船などに転換するただ乗り現象が多発していい大阪港や神戸港と四国九州の各港を結ぶ旅客フェリー航路は複数存在する一方 東京港から北海道方面に向かう旅客フェリー航路は大洗港などに拠点を移した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。